今日で CD のジャンル別の宣伝は終わりです。あと今日はねもう、まあ、雑な感じで集めたやつで、一つはね昭和の音楽室からっていうタイトルでね、ある、バーでねライブをやったんですよ。要するに昭和の時代の僕らが子供の頃の音楽室から聞こえてきたような歌だ、まあ童謡唱歌とかね、皆さんに馴染みのある曲ですよね、そういうのをオカリナとオルガンの伴奏でやったっていうね、やつです。それが一つ。それからね祈りっていうタイトルで、これは一応チャリティー CD ということで2000円いただいて、そのうちの1000円をね、そのなんていうか被災地のね、被災地にその住んでる人たちを助ける、支援するね、なんていうの、のはありますが、人じゃなくてね被災地の動物を助けるために活動してはる方がおられて、その組織に、半分のお金を、寄付させてもらおうというね、そういう企画で祈り、これね要するにアベマリア集なんです。いろんな作曲家がアベマリアって作ってますよね、それを集めたアベマリアっていうタイトルの曲ばかりを集めた CD です。それとねあとあったかな、そんだけかな、まあそんだけぐらいですかね、だからそれも全部曲名も下に概要欄に書いてあるんで見てもらって、僕が言い落としてる CD があったらそれも見てもらってね、見てもらったり申し込みも書いてあるんでね、見てもらえればいいと思います。以上です。たくさん買ってくれはることを期待しております。では。